この物語の主人公花垣武道は現実から逃げ続け、フリーターを続ける27歳。ある日、人生で唯一付き合った恋人が殺されてしまったことを知った武道は、駅のホームから突き落とされ、なぜか10年前にタイムリープ。戻った先は高校時代。人生を逃げ続けるきっかけとなった不良清正に再びボコボコにされた武道は、今度こそ自分の人生のリベンジを誓う。タイムリープの引き金は日向の弟直人との握手。日向の死の理由が東京卍会にあることを突き止めた武道は、再び高校時代にタイムリープ。そこに現れたのは東卍総長マイキーと副総長ドラケン。お前今日から俺のダチな。はい。彼らと知り合う中で日向を殺すような人間ではないと感じた武道は、10年後に凶悪化した東卍が本来の姿でないことを確信する。東卍の暴走のきっかけがドラケンの死にあることを知った武道は、その死を防ぐためのミッションに挑むことに。無事ドラケンの命を救った武道は現在に戻り、生きている日向と再会した。君はいつも急に来るね。はずだった。あんた失敗しても生きてる未来にたどり着くまで絶対助ける。変えたはずの運命はまた最悪の方向へ。凶暴化した東卍、死刑囚となったドラケン、そして操られたマイキー。その原因が東卍結成メンバーが分裂して引き起こされた血のハロウィンと呼ばれた抗争事件だったことを知った武道は、再び過去へ戻り、ひなもあっくんもマイキー君も絶対助けてくる。東卍と宿敵バルハラの抗争の渦中へ。行くぞ東卍。暗躍する宿敵、新たな仲間、交差するそれぞれの思惑。立て！好きなってやつを守りてんだろ。みんな目覚めたぜ武道。果たして武道はリベンジを果たし、仲間と日向の運命を変えられるのか。血のハロウィンがついに幕を開ける。俺が全員ぶっ倒す。